はい。皆さん、こんにちは。村長です。先日から新しく買った、この、スピードエディター、そして、新しいソフト、ダヴィンチを使って、奮闘しております。なかなか、すぐには使えないんですけれども、随分ん分かってきたことがありますので、特に皆さんも関心のある、ライブの映像を、 複数台で撮った時にどのように収めるかそこらを少し見てみたいと思いますまず最初に動画ネタを読み込むところから始めますそしてここにそのネタがブラックマジックさんから練習用に提供されたデータがあるんですけれどもこれを読み込みますすべてを選択しまして そして、いらないのが3つぐらいあるので、コントロールキーを押しながら除外します。これで、ここに読み込みます。はい。このように読み込めたわけです。これをタイムコードと言いまして、ビデオカメラで撮影したときに、いわゆるその何時何分というような時間が ちゃんと表示されるんですけれども、アマチュアが撮るビデオは iPhone で撮ったりとかするので、そう簡単にはうまくいきません。その時は、これをすべて選択しまして、この上の方にボタンがあるんですけど、これが同期ボタンです。これを押すと、このような画面が出てきます。そして、同期というのは先ほどのタイムコード。 そして音声の波形でタイムコードを新たに作ることができます。ちょっと同期ボタンを押します。すると一瞬でこのように音を合わせた映像ネタがここに入るわけです。では、これをうまく使って編集していきたいと思います。これを全体見るのはこのようなボタンを押すと、ここで 全体が見れます。これが音の波形ですけれども、これをダブルクリックします。すると、このように全体が表示されています。これをまず入れたいと思います。ここでスピードエディターのところにアペンドというボタンがありますので、これをするとタイムラインに貼り付きます。はい。こうやって 音声のデータがまず入ったわけです。次に一番オーソドックスな映像をベースに置きたいと思います。その時はどのようにすればいいでしょうか。ここに動機の瓶のボタンがありますので、これを押すと画面がこのように変わります。そしてここでちょっと前に送ってみます。 はい。ここで6番の映像がちょうど正面なので、これをベースにしたいと思います。その時に、もう音はいらないですので、ここでビデオオンリーというボタンがあります。これを押すと赤いランプがつきます。そうすると音声は一緒にはついてこないで入力することができます。 音声の上に乗せますので、プレイスオントップというボタンがここにあります。ここで挿入したいと思います。はい。このように映像が載りました。ちょっとこうやってスクラブすると、音が鳴ってやかましいですので、最初のうちは切っておきます。タイムラインに制御を移します。はい。 切るのはこのストリームデッキにちゃんと登録してあります。これがスピーカーボタンです。このようにすると赤くなったらミュートということです。はい。このようにグリグリ回すんですけれども、なかなか先頭に行かないですよね。この時はこのボタンを押すと早くスクラブします。そしてこのように先頭に行きました。次なんですけれども、 これでちょっと聴いてみたいと思います。はい。この先頭のところ、ここから新しい映像を入れたいと思います。ギターが入ってきますので、ギターの映像を入れたいと思います。そうですね。ギターは、 ここにありますね。10番のこの映像ですけれども、これをダブルクリックします。そしたら、ここにこのようにして入れます。ここのボタンは9番までしかないですので、10番の時はこのように上に乗せたいと思います。その時には、このソースオーバーライトというのを押してみます。そうすると、このように入りました。 そして次からなんですけれども入れていくのはかなり簡単です。またボーカルさんに戻します。この時には4番の映像を入れたいと思いますので4番を押しながらぐりぐり回すとここに入っていきます。はい。このようにして どんどん入れていけるわけです。はい。ここでちょっとした隙間ができてしまいましたよね。これをひっつけるようにします。それはこのようにすればできます。 ここのボタンを押しながらぐりぐり回します。こんな感じですね。そして、はい。ここで歌が始まりますので、8番の映像を入れたいと思うんですが、これもっと便利な使い方があります。ここで、このライブというボタンを押しておきます。 そして8番のボタンを押します。そしてここにトランジションのボタンもありますので、これも押しておきます。すると、あとは回すだけです。回すだけで、ここに映像が載っていきます。 はい。こんな形で、ここに、入りました。ちょっと聞いてみましょう。そして、仕上がりのデータとかを見るときは、ここで制御を、まずタイムラインに切り替えます。そして、再生をします。はい。このようにできましたね。で、ここで、 例えば、このトランジションを変えたいと思います。この時は、ここにボタンがありまして、長押しをすると、トランジションの種類を変えることができます。こんな感じですね。ここで、ジョグを回しますと、こうやって、選択ができます。例えば、そうですね、ハート型というのに分かりやすいので、変えてみます。すると、ここが、 アート型にに変わりりまままししたたが、ここにまたボタンを登録してあります。いわゆる「ちょっと見ボタン」というやつで「ファーストレビュー」と呼んでますけれどもこれを押すとこの先頭からちょっと戻ったところから聴かせてくれますはい。 このようにできるんですね。そして何度も聞きたいとき、ボタンを押さなくってもループ再生ができます。ループ再生のボタンもここに登録しました。こうすると画面のここが赤くなりますね。これでもう一度見てみましょう。はい。 このようにできるわけです。あと、伸ばしたり削ったりもとっても簡単です。はい。大体でいいですので、こうやってお尻のところへ持っていきますよね。そして、ボタンでこのトリムアウトというのを押すだけで、ここで編集が効きます。 こんなことができるわけです。そしてテストしてみるのに画面を全画面表示にすることはこの赤いボタンを押すと全画面表示に切り替わります。こういうことですね。それで再生をしてみます。ちょっと先頭に戻します。先頭に戻したりするのは先ほども言いましたようにこれをスクロールモードにしまして ぐりぐり回すと、ものすごく早く戻せます。こんな感じですね。そして、再生をします。 はい。まだまだ慣れていないんですけれども、案外早くできそうな予感がしてきました。この今皆さんが見てくれている動画自身も初めてダヴィンチで編集をしてみました。何せジャンプカット、いわゆる不必要な部分とか言葉を間違ったり、あーとかうーとか言ってしまったところを切っていくのはとっても便利です。波形がはっきりわかりますので、 切っていくのは、こうやって、インとアウト、ここで、そして、ぐるっと回して、はい、ここでという風にして、あとは、リップルデリートというのを押すと、その部分がこのようにカットされます。こうやって、どん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 切っていきます。今までそれをマウスの作業をしたりとかやっていたんですけれども、このスクラブのコントローラーは、 とっても楽です。マウスだったら人差し指がだんだん疲れてきますけれども、これは有効だと思います。またこれからももう少し勉強して、いろいろ音楽に役立つ情報を皆さんに聞いてもらいたいと思います。村長スタジオでした。